制度としての離婚が大抵の時代、大抵の国で許されてきているのには、ある程度の原因がある。それは、一夫一婦制家族に代わる別の方法を作り出すためのものではなくて、特別な理由で結婚を続けることが耐えられないと思われるとき、苦難を和らげるためだけのものだった。この問題に関する法律は、時とところによって非常に違っており、現在では学習国の中でも南カロライナ州の離婚を認めない極端の場合から、ネバダ州の正反対の極端の場合に至るまでいろいろである。多くの非キリスト教文明では、離婚するのは夫にとっては非常にたやすいことであるし、あるところでは妻にとってもたやすかった。モーゼの律法は夫に離縁状を出すことを許した。シナの法律は、妻が結婚の際持ってきた財物を返すなら離婚を許した。カトリック教会は結婚は非責だという理由でどんな目的があろうとも許さなかったが、実際はこの厳格な態度は特に世俗の偉い人に関係する場合は結婚無効の理由を多く設けることによって和らげている。キリスト教国では離婚に対して寛大なことは信教の勢力の度合いに比例している。ミルトンは周知のようにそれを支持することを書いた。彼は本当の新教徒であったからである。英国国教会は、自ら新教徒と考えていたときは、他の理由のものは認めなかったが、貫通の過度による離婚は認めた。今日、英国国教会の大多数の聖職者は、一切の離婚に反対である。スカンジナビアには、緩やかな離婚法がある。アメリカの大抵の新教地域もそうである。スコットランドはイングランドより離婚に寛大である。フランスでは反聖職者主義が離婚をたやすくしている。ソ連では離婚は当事者の一方の要求で許されるが、ロシアでは社会的あるいは法律的な刑罰が貫通や不義のどちらにも加えられないので、ここでは結婚はとにかく支配階級に関する限り、他のどの国でもあるような重要性は失ってしまっている。離婚について最も興味をそそることの一つは、法律と慣習の間によくある相違である。最も緩やかな離婚法は必ずしも多くの離婚を引き起こすとは決して決まっていない。シナでは最近の大変動までは離婚のことはほとんど知られていなかった。なんとなれば、孔子の例があるにもかかわらず、それはそう立派なことだとされていなかったからである。スウェーデンは相互の合意による離婚を許している。その合意はアメリカのどの州でも理由として認められていない。それでも1922年のことであるが、これは私が比較する数字を上げうる最も新しい年だが、人口10万に対する離婚数はスウェーデンでは24であり、合衆国では136であった。私は法律と慣習との区別は重要であると考えるというのは、この問題に関するいくらか緩やかな法律は支持するが、両親の揃った家族が建前である限り、いささか極端な場合は別として、慣習が離婚に反対するようになるには強力な理由がある気がする。私がこの見解を取るのは、結婚は元来性的な結びつきではなく、まず第一に子供を産んで、育てる面での協力と見るからである。全各所で述べてきたように、こう考えた結論は、経済的勢力が主になっている諸勢力の作用を受けて崩れることはあり得るし、また多分そうでもあろう。しかしこういったことが起こるなら、離婚も崩れるだろう。なぜならそれは結婚の存在に基づいた制度であり、その枠内で離婚は一種の安全弁をもたらすものであるからだ。したがって当面の議論は、アマパラ原則と考えられた両親揃った家族の枠内ですることになろう。一般に新教徒とカトリック教徒は共に離婚を家族の生物学的目的の観点からではなくて、罪という神学的な概念から見ている。カトリック教徒は結婚は神の目から見れば解消できないと考えるから、当然二人の人間が一度結婚したら、そのうちのどちらも相手が生存している間は結婚にどんなことがあろうと
誰か別の者と罪を犯さないでは関係できないと主張する。新教徒は離婚を支持する限り次の理由からそうしたのである。一部は、非正規に関するカトリック教理に反対であるため、一部は結婚が解消できないと貫通を引き起こすとも考えたためである。そして彼らは離婚をしやすくするほど貫通を減らすこともそれだけ困難でなくなると信じた。したがって結婚が無造作に解消されるそういう新教国では貫通は極端に冷ややかな目で見られるが、離婚を認めない国では貫通は罪だとされるけれど、とにかく男性に関する場合は見て見ぬふりされている。離婚が極端に難しい帝政ロシアでは、合理刑について、その政権についてどう考えようとも、私的生活のために合理刑を悪く考える者は誰もいなかった。反対に誰も彼の政権に反対しないアメリカでは、道徳的理由から彼は責め立てられ、一夜の宿りを彼に許すホテルもなかっただろう。で、この事柄に関する新教徒やカトリック教徒の見解は、どちらも合理的根拠によっては支持できない。まずカトリック教徒の見解を取り上げよう。夫か妻が結婚後、精神病になったと仮定しよう。で、この場合、精神病の血統からこの上子供が生まれることは望ましくないし、さらにおそらくすでに生まれているどの子供をも、気違いに接触させることも望ましくない。したがって完全に両親が別れることが精神異常の一方の親に長い短いはともかく平成期があるとしても子供のために望ましい。こうなって正気の方の配偶者に合法的に認められた性関係を一つも許してやらないと言い渡すのは公共の目的には何の役にも立たない無慈悲な残虐行為である。正気の方の配偶者は、甚だ痛ましい選択をせざるを得ない。男性にしろ女性にしろ、法律や公衆道徳が要求するものである禁欲か、それともおそらく子供も産まないようにして人目を忍ぶ関係か、あるいは子供の有無はともかく、公然たる不義と言われるものを選ぶだろう。これらの方針のそれぞれには大きな差し支えがある。完全に性を抑制することは、特に結婚生活で性に馴染んだ者にとっては非常に辛いことである。で、そのため、男性も女性も早く老いぼれることが甚だ多い。それは精神異常を引き起こす恐れがないでもないし、とにかくそれに伴う苦労のため、不快で人をそねみ、意地悪したりする方の性格が作り出される傾きがある。男性ではいつもその自制が急に崩れ、粗暴な行為に及ぶという重大な危険がある。なんとなれば、彼が結婚以外の成功は全て悪いと本当に思い込んでいるなら、そのような成功を求める場合、毒食らわば皿までという気持ちになり、従って一切の道徳的束縛をかなぐり捨てるようになるからである。第2の変わるべき方法、すなわち人目をはばかって子供を産まない関係を結ぶことは、今考えているような状況では実際に最もよく用いられているものである。これにも重大な差し支えがある。人目を忍ぶことはすべて望ましくはなく、真面目な性関係は子供や共同生活が伴わなければその最上の可能性を展開することはできない。そればかりでなく、男でも女でも若くて元気であれば、君たちはもう子供を産んではいけないというのは公共の利益にはならない。法律が実際言っていること、すなわち君たちはもう一人の親に気違いを選ばない以上はもう子供は産ませないということはなおさら公共の利益にならない。第三の変わるべき方法、すなわち公然たる不義の生活をすることは、それが実行できるなら個人と社会の両方に害を及ぼすことが最も少ないが、経済的理由のため大抵の場合は成立しない。医師でも弁護士でも公然たる不義の生活を送ろうとするなら患者や依頼人を全て失うだろう。いかなる部門の学術的な職業に従事している人でも直ちに地位を失うだろう。たとえ経済的事情が公然たる不義の生活を不可能にしなくても、大抵の人は社会的な処罰を恐れて思いとどまる。
男性はクラブの会員になることを好むし、女性は他の女性から尊敬され、その訪問を受けることを好む。で、こういう楽しみを奪われることは明らかに大きな悩みと考えられる。で、その結果、公然たる不義の生活は、金持ち、芸術家、作家、その他職業上いくらか自由奔放な生活を送りやすい人々以外には難しい。例えばイギリスのように精神異常のために離婚することを認めない国ではどこでも、その妻か夫が精神病になった男性か女性は耐えられない境遇に置かれている。その境遇を良いとする議論には、神学的迷信以外に全く何もない。そして精神病に当てはまることは、また性病、常習的犯罪及び常習的飲酒にも当てはまる。すべてこういうことはあらゆる点から見て結婚を破壊することである。そういうことのため、連れ添うことは不可能になり、子供を産むことは嫌なものになり、罪のある親と子供が同居することは避けなければならないことになる。したがって、かような場合、離婚はただ次の理由で反対できるだけである。それは結婚は、軽率な者を騙して悲しみを通じて純化させる罠に過ぎないという理由である。意気はそれが本当のものであれば、もちろん離婚の根拠になるべきである。なんとなれば、判決はすでに事実となっていること、すなわち、結婚は終わったことを法律で認めているに過ぎないからである。しかし法律的な観点から見ると、意気はそれが離婚の根拠となるなら、その理由としてこれに訴えるだろうし、したがってそれが離婚の根拠にならない場合よりも、これに訴えることがはるかに多くなるという厄介なことが起こる。同じ種類の困難がそれ自体、完全に有効ないろいろな原因の間にも起こる。結婚している両人で別れたいと猛烈に思っているため、法律が許すほとんどあらゆる手段に訴えるものが多い。昔イギリスであったように、男性は離婚の許しを得るためには、姦通ばかりでなく虐待の罪を犯さなければならなかったときは、夫は妻と打ち合わせて虐待の証拠を作り出そうとして、召使いの前で妻を殴るようなことが稀ではなかった。別れたいと猛烈に思っている両人が、法律の圧力で辛抱してお互いに連れ添わざるを得ないことが、一体望ましいかどうかということは別問題である。だが我々は離婚の根拠と認められたものは何でも極度に拡大されるし、こういう根拠を利用する具合にわざと振る舞う人が多いことは極めてはっきりと認めなければならない。しかし法律上の難問はさておき、実際上結婚の持続を困難にしている事情の探求を続けよう。貫通それ自体は私の考えでは離婚の根拠になるものではない。人々は心理的抑制か強い道徳的なためらいで束縛されないなら、時折貫通への強い衝動を感じないで一生を過ごすことは滅多になさそうである。だがこういう衝動は決して結婚がもうその目的に合わなくなったことを意味するものではない。夫と妻の間には相変わらず熱烈な愛情と結婚を続けたいというあらゆる欲望があるかもしれない。例えば、ある男性が引き続いて数ヶ月も仕事のために家庭を離れなければならないとするとしよう。もし彼が肉体的に精力旺盛であると、どんなに自分の妻が好きであろうが、この期間中、禁欲を続けることは難しく感じるだろう。彼の妻がもし本当に伝統的道徳が正しいと確信していないなら、彼女についても同じことが言えよう。で、このような事情での不貞行為は、その後に続く幸福にとって何にも障害になるものでなく、夫と妻とがメロドラマ的嫉妬騒ぎに熱中することを無駄だと思っているなら、そういうことは起こらない。我々はさらに進んで、基礎となる愛情がそのままであるなら、このような一時的な気まぐれは辛抱できるようでなければならないと言ってもいいだろう。貫通の真理は伝統的道徳のために曲げられてきている。その道徳は一夫一婦制の国で、ある人への愛情は他の人への真面目な愛情と共存できないと臆断する。誰でもこのことは真実でないことを知っているが、嫉妬心に押されてこの虚偽の理論により、心象膨大の騒ぎをする。したがって貫通は離婚の立派な根拠ではない。ただし、よくあるように、貫通がよく考えた末、大体において、夫または妻より
他の人が好きだという意味を含む場合は別である。もちろんこう言っても、貫通の成功は子供を産むようなものでないと仮定している。私生児が入ってくると問題ははるかにもっと複雑になる。子供が妻のものであるとき、特にこうなる。なぜならその場合、結婚が続くなら夫は他人の子供を自分の子と一緒に、また、秋分の立つのを避けようとするなら、自分の子としてでも育て上げる必要に迫られるからである。で、このことは結婚の生物学的基礎に反するとともに、ほとんど耐えられないような本能的緊張も伴うであろう。で、この根拠からすると、避妊用具以前の時代には、貫通が重大に考えられたのは、おそらく当然であろうが、避妊用具によって性交そのものを生殖する共同としての結婚と区別することが昔よりはるかにできるようになった。で、この論拠によって伝統的の掟で貫通を重大に考えた態度は今日ではもっと和らげることができる。で、離婚したらいいと考える根拠には2種類ある。精神病、飲酒教、犯罪のような当事者の一方の欠陥によるものがあるし、夫と妻の関係に基づくものもある。当事者のどちらにも非の打ちどころがないのに、結婚した両人が仲良く一緒に暮らせないこともあるし、あるいは何か大きな犠牲を払わないでは暮らせないことも起こりうる。めいめいが放っておけない重要な仕事を持ち、仕事の必要上別の場所に生活しなければならないことも起こりうる。二人のうち一方が相手が嫌いでないのに、誰か他のものに深く愛着するようになり、結婚が耐えられない絆に思われることも起こるかもしれない。で、その場合は法律の救済がないと確かに憎悪心が湧いてくる。実際、誰でも知っているように、こういう場合は殺人に及ぶ可能性が非常に多い。結婚が両立できないためか、当事者の一方に誰か他の人に対して圧倒的な情熱を抱くために崩れる場合は、現在するように非難するような裁決をすべきでない。こういう理由は、こういうすべての場合、離婚の最上の根拠は両方の合意である。両方の合意以外の根拠は、当事者一方のあるはっきりした欠陥によって結婚がダメになった場合にだけ認めるべきものである。離婚に関する法律を立案するには非常な困難がある。なぜかというと、どんな法律であっても裁判官や陪審員は自分たちの感情で支配されるだろうし、一方、夫や妻は立法者の意図をくじくために必要なことはどんなことでもするものだからである。英国の法律では、夫と妻の間に何か契約があれば離婚できないけれど、しかし実際にはそういう契約がしばしばあることを誰でも知っている。ニューヨーク州ではもっと進んで法廷の貫通を証明するため、偽証する者を雇うことは珍しいことではない。残虐は理論上離婚の全く立派な根拠であるが、それには馬鹿げたような解釈を下されることもある。映画スターのうちで最も有名な一人が残虐だと言って妻から離婚されたことがあるが、その時残虐の証拠に挙げられた事件の一つは、彼はいつもカントの話をする友人を家に連れてくるというのであった。私は夫が時々妻の前で知的な話し合いをするという罪を犯したために、女が夫を離縁するようにすることがカリフォルニアの立法者の意思であったとは、まあ思うことはできない。で、これらの混乱、ごまかし及び不合理を避ける唯一の方法は、精神異常のように夫婦の一方の離婚希望を正当にする何かはっきりして証明される理由がないすべての場合は合意で離婚することである。その時は当事者は法廷の外で金銭的な清算もつけなければならないだろうし、相手が非道な悪漢であることを証明するために、賢い人を雇う必要もなくなろう。今日、性交不可能の場合には無効と宣告されるが、そうしないで結婚して子供のない場合はいつも、申し込み次第その無効を認めるべきだと私は付け加えておかなければならない。還元すれば子供のない夫婦が別れたいと思うなら、妻は妊娠していないというような医学的な証明を出してそうできるようにしてやるべきである。子供は結婚の目的であり、人を子供のない結婚に縛り付けておくのは残酷な詐欺である。
離婚の法律はそれだけだが、慣習は別のことである。上述の通り、法律は離婚を容易なものにすることができるが、しかし一方、慣習は離婚を稀なものにする。アメリカで離婚の回数が甚だしく多いのは、私の考えによると、一部は人々が結婚に求めるものが、求めるべきものでないという事実から来るものであり、そしてこのことはついで、一部は貫通が多めに見られないという事実に基づく。結婚は当事者双方で、子供が幼い間は少なくとも持続するつもりでいる、協力であるべきであって、どちらも一時の情事で動かされるものと見てはならない。このような一時的な情事を世論や関係する者の両親が多めに見ないなら、おのおのの情事はその度に結婚にまで発展しなければならない。で、こういうことは両親揃った家族を完全に破壊するまでになるのはわけないことであろう。というのは、女性が2年ごとに新しい夫を迎え、それぞれの夫で新しい子供を設けるなら、子供は結局その父を奪われ、したがって結婚はその存在理由を失う。で、我々は再び聖パウロに帰ってくる、すなわちコリント前書に書いてあるように、アメリカにおいて結婚は子嗣に関わる手段と考えられている。したがって離婚できないなら、子嗣したいと思うときはいつも当然離婚すべきである。結婚を子供に関係して考えると、全く違った倫理が作用し始める。こうして夫婦が子供にいくらか愛情を持っているなら、子供に幸福で健康な発育をする最上の機会を与えるように自分たちの行為を統制するだろう。で、このことは時にはかなり大きな自制を伴うかもしれない。そのためには夫婦二人とも自分たちのロマンチックな情緒の要求よりも子供の要求が優先することを悟ることが必要である。しかしこういうことはすべて両親の愛情が本物であり、間違った倫理が嫉妬の炎をかきたてないなら、一人でに極めて自然に起こるだろう。人によっては、もし夫婦がもう互いに情熱的に愛しなくなり、結婚外の性的経験を互いに妨げなくなるなら、彼らは適当に協力して子供の教育に当たれなくなるという。それで、ウォルター・リックマン氏は言う。愛し合ってない連れ合いは、バートランド・ラッセル氏がそうすべきだと考えているように、本当に協力して子供の養育に当たらないだろう。彼らは取り乱し、不適任であり、最も悪いことは、ほんの義務的にやっているに過ぎない。この原理はまず何心なくしたのであろうが、ちょっとした間違いがある。もちろん、愛し合わない連れ合いは子供の養育に協力しないだろうが、子供はウォルター・リップマン氏も言うつもりのようだが、生まれた以上、これをどうすることもできない。それで情熱的な愛情が汗た後でも、子供の養育に協力することは、自然の愛情を持ちうる心ある人にとっては、決して人間離れした仕事ではない。で、これについて私は個人的に知っている多くの事例から証明できる。で、このような親は、ほんの義務的であろうというのは、親の愛という情緒、純粋で強力な場合は、肉体的情熱が冷めた後でも末永く夫婦間の断ち切れない絆を維持する情緒を無視することである。リップマン氏はフランスのことを聞いたことがないと思わなければならない。そこでは貫通に関しては並外れて自由であるにもかかわらず、家族は協力であり、両親は非常に義務を尽くす。家族感情はアメリカでは極端に弱くて、離婚の度数が多いのは、この事実の結果である。家族感情が強いところでは、離婚が容易であっても比較的少ないだろう。アメリカの現在のように、離婚が容易であることは、両親揃った家族から純粋な母系的家族に至る過渡的段階とみなさなければならない。しかしそれは子供にとってはかなり辛いことになる段階である。なぜかというと、今のような世の中では、子供は両親が揃っていることを当然のこととしており、離婚が起こる前に父親に愛着するからである。両親揃った家族が通例として認められている限り、互いに離婚する両親は、重大な原因があるときは別として、両親としての義務を果たさないように私には思われる。
結婚生活を続けるように法律で強制することは、事態を改善するようになるとは思わない。私から見て望ましいと思うのは、第一に結婚をもっと辛抱しやすいものにする程度の相互の自由と、第二に聖パウロとローマン主義運動に由来する性の協調によって圧倒された子供の重要性を悟ることである。結論は次のようになるようだ。離婚は、イギリスはその一つであるが、多くの国では困難すぎる一方、容易な離婚は結婚問題の本当の解決をもたらさない。もし結婚は続けていくべきものであるなら、結婚の安定性は子供のために大切であるが、この安定性を求める最上の方法は、結婚と単なる性的関係を区別することであり、また結婚愛のロマンチックな面に対立するような生物学的面を強調することであろう。私は結婚には厄介な義務をなくすることができるなどとは言わない。私が進める制度では、なるほど低層の義務を免れるが、その代わり嫉妬心を抑える義務を負う立派な生活は自制しないで営まれるはずはないが、愛のような寛大で広々した情緒よりもむしろ嫉妬心のような拘束的で敵対的な情緒を抑制する方が勝っている。飲酒的道徳が誤ったのは、自制を求める点ではなくて、それを求める場所を間違えた点である。